ミスター M さん、おはようございます。岡塾の久保です。今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。2本ですね、送っていただきました。両方ともね、動画すごく見やすくって声も聞きやすくていいんですよね。それから動画の編集もすごく上手ですしね、このテクスチャっていうんですか、文字の入れ方も背景に潰れないようにちゃんと工夫してるんで、ミスター M さんはね、動画結構上手に作られてるなと思います。まああとはね、内容と言いますか、内容いいんですけども、もうちょっと数をやるともっと目立つのかなと思いますし、まあでもね、基本的には言うことはないですね、ミスター M さんね。このままガチンコマッチョクラブですか、このシリーズを20話30話と続けていっていただきたいのと、あとはこの動画をね、どこに関連付けるかっていう話もそのうちしていこうかと思うんですよ。やっぱりこう筋トレをねしたくてもできない人とか、まあ、中年の方でいると思うんですよね。で、今回ホームジムなんてありましたけども、普通のサラリーマンさんで、あんまり広い家にお住まいじゃない方っていうのはホームジムを置くのってすごく勇気がいることなんですよね。まあ、ですので、例えばね、小話の中に、ガチンコマッチクラブの小話の中に、ホームジムが持てない方のためにね、ちょっとした空き時間、5分あったらこういう筋トレできるよ、みたいなのがね、あと、こう、通勤バッグを、こう持って、ダンベル強化、みたいなね、あんなのが、なんかでついでにできるものがあったら、ちょっと小話コーナーでいいんじゃないかなと思います。でももう本当、ガチンコでやるっていうことですから、まあ、本気でやらないやつは置いてくぜみたいなね、そんなパワフルな動画もいいかなと思いますね。ではまあ、私がね、いろいろ喋りながら、ミスター M さんの2つの動画を見てるところがありますので、ちょっと切り替えてみましょう。ではどうぞ。はい、こちらがですね、ミスター M さんのチャンネルになりますけども、こういうふうにね、オープニングが結構ね、いいんですよね。で、後ろにパソコンの画面が結構いっぱいあって、あ、投資家さんなんかな、トレーダーさんなんかな、プログラマーさんなんかな、というふうなね、そんな雰囲気がします。とにかくなんか、この画面見るだけで、パソコンの上級者みたいな気がしますよね。でも、ガチンコ、マッチョクラブということで、筋トレをね、しているチャンネルなんですよね。この画面の切り替えもとってもいいと思いますし、どんなアドバイスを受けてどういう風にしたのかってことも分かりやすく書かれてます。で、ちょっと進めるとですね、なんかさ、ビフォーアフターの動画、これ、むちゃくちゃ分かりやすいですよね、これ。なんかこのトレーニング動画みたいですよね、本当にね。これはだから、ミスター M さんのためにもなったと思いますし、ミスター M さんにアドバイスをした人も嬉しいし、それからね、客観的に見てる人も、あ、なるほどっていうふうな発見があって、とってもいいんではないかなと思うんですよ。そして、まあ、このね、筋トレ動画、ジムの動画が終わったら、きちんと、スタジオの方にもね、また戻ってきてますよね。これとってもよくできてるなと思うんですよね。で、もう一個の方見てみましょうか。もう一個の方は、このね、スポーツジム、にパワーラックを置いてみたと。あ、ホームジムか。ホームジムにパワーラックを置いてみたってことですよね。こういうふうな形で、自宅にですね、結構立派なお宅ですね。で、こういうふうに、なんか下に綿を引いてるんですかね。私もこれホームジムに下に、ゴムを引いてるんですけども、こういうふうにして、結構ね、手間がかかるんですよね。で、これ、重い機材を、こう、カチャカチャとやりながら、組み立てていくんですけども、これパワーラックっていうのはね、やっぱり筋トレする中年の憧れですよ。私も欲しいなと思いながら、この空間もないし、あとね、筋トレに飽きた時これどうしようっていう恐れから、ついに私は購入できませんでした。ダンベルとね、ベンチぐらいが精一杯でした。これやっぱすごいですね。ミスターアミさんはなんかやり込む方ですよね、なんでもあかんでも。で、こういう風に綿も引いてね、これはあれですか、ファイティングロードですかね。あ、ブランド名ですけども。こういう風に赤いのが巻いてあるでしょ。あれだから傷をつけないようになってるんですよね。結構このね、重りが重いんで、床に型がついちゃったりするんですよ。まあ、ですんでこういう風なゴムを地面に敷いたりとか、立てかける時も、こうやって直接ね、壁にあるんじゃなくて、綿を引いたりとかするんですよね。すごい、機材結構お持ちですね。すごいありますね。だこれもかなり参考になって、まあ、気になるのはね、価格なんですよね。この一つ一つの単体の価格とかを教えていただくと、なんかよりリアリティがあるというか、あ、自分もやってみようって思うのか、うわ、こんなお金かかるんだって感じたりとかすると思うんですよね。それからやっぱりパワーラックブランドによっていろんなね、メリットデメリットがあると思うんですよ。そういうところも紹介していただけたらありがたいなと思います。例えばこのミスター M さんが購入した
きっかけは何なのか、どこが決め手でこれにしたのかっていうね、そういうことも教えていただくとすごくいいんではないかなと思います。とにかくね、いつもね動画の出来がいいなと私は思いますけどもね、まあ、強いて言えばこれを結構な数出していければいいかなと思いますし、まあ、筋トレ系の動画っていうのはボディメガニクスとかいう話も出てくるんですよね。どういうふうにやったらいいか、健康法とかね、だからそういうふうな精神論とかもあるといいなと思いますよね。まあそのうち出てくると思いますけども、とにかくミスター M さんのガチンコマッチョクラブかなり期待してます。このね第11話って書いてるのもとってもいいと思います。ありがとうございます。また送ってください。